うん。あと自分でもひどいなと思ったのが、酒飲んで悪さをしたときに、まあ、酒飲んで記憶がないから、全く悪いと思えないんですよ。だって記憶がないからやった覚えがないからね。まあでも多分僕がやったんですけど、うん。だそれに関して全く悪気が感じられないっていう、論理的な説明をして、で、僕はほら、本当に記憶がないから、罪悪感も一切ないんですよ。だから、罪悪感もなくて記憶もないのに、それを謝れって言われても、本心からは謝れないけど、態度として謝るっていうのを、あなたが見たいのならやりますよ、みたいな話になっちゃうんですよ。ひどいよね。いや別にもう一回酔わせても記憶が戻るわけじゃないからね。いやでもさ、みどりちゃんのさ、不倫でさ、怒る奥さんの気持ちがわかんないんだよね。あとあれ、AV 男優でさ、あんだけ性欲強くてさ、で、なんか、そこら中でそういう話があるたびに手出してる人がさ、なんか不倫とか浮気しないわけがないじゃんって思うのね。そのさ、自分と結婚したらこの人は絶対不倫しませんみたいなさ、思える根拠って何なの？よくわかんないんだよね。あれゲイなの？怒ってるつもりなの？あ、そういうことなのね。ああ、それならいいんだけど。うん。だからね、どうなんだろうね。ほら、ああいうみどりちゃんって、天然じゃないですか。申し訳ございません。いやー、なんだろうね。事実関係はわかんないんで、本当に、いや、本当にね、事実じゃないこと言ったら申し訳ないんで、本当ね。うん。なんだろう。何の話したらいいか分からなくなっちゃうね。まあでも、うん、ほら、人を構成する要素で、その人が、を作り出す魅力っていうのがあるわけじゃないですか。うん、例えばスポーツが好きな人が好きで、スポーツ上手い人が好きって言って、でもなんか、土日に野球に行くとかマジうぜーとか言われたら、いやいやちゃうやんみたいな、この人を構成する要素やんみたいな。だ人間ってこういう人だよねっていうところを変えるのってすごく難しいと思うんですよ。で、あの人は、自分の思うがままに生きることが見てて面白い人じゃないですか。で、あの人なりのモラルがあって、世間的なモラルとたまにずれることがあるんですけど、あの人なりのルールっていうのがあって、で、あの人はあの人のルールをきちんと守ってやるわけじゃないですか。で、それがたまになんかすげえずれてたりとか、なんでそんな変なルール作るのみたいなのもあるんだけど、まあそのルールも破りまくりなんだけど、でもなんか、その変なルールをきちんと守ろうと努力する、なんだろう、変な生真面目さみたいな、まあ守るだけにね、みたいなね。うん。うん。だからそういうところが彼を作ってる気がするから、だからね、あ、学ぶやった。うん。本当ね、僕なんか記憶力悪いんですよ。なんか字面と音的にそんな感じだったみたいな感じ。だから、そういう人がさ、変わると思えないんだよね。守ってねえし。だからなんだろうな。だから本能で生きなくなったとしたら多分違う人なんじゃないかな。うん。だってなんだろうな。なんか変わった企画とかやるけどさ、なんかそんなことやってもしょうがないじゃん。だからなんだろうな。まあ、生主としてさ、ここ2、3年食えると思うんだけどさ、なんかほら、クビになって、ドワンゴからチャンネルバンされた生主なんて世の中いっぱいいるわけじゃないですか。で、なんか、そこからダメになって結構大変みたいな人とかも結構いるわけで、で、そうなる確率は結構高いと思うのですよ。で、ニコニコ動画自体もどうなんみたいな話もあるわけじゃないですか。だからそうすると、なんか、じゃああと10年、20年食ってかなきゃいけないんじゃないの？年齢的に。家族も育てなきゃいけないし。で、そう考えると、今やるべきことは他にあるんじゃないのかな、みたいに合理的に考える人っていうのが多分普通の人で、でも合理的ではない彼が多分みんな好きなんじゃないの？だから、うん、彼が突然合理的に考え出したらやっぱり面白くないと思うんだよね。だからそういう意味では、まあ彼はやっぱり目の前に綺麗な女の人がいたら不倫しますよ。だから沖縄にね、その、可愛い男性？可愛い、なんか女性よくわかんないけど、の人と行ったらやっぱり彼は手出しますよ。うん。まあそれはしょうがないですよ。それはそういう人ですから。うん。仕方ない仕方ない。だって実際さ、彼はさ、そう、男の子でもない彼なんだけどさ、大島さんでもさ、男の子でもない大島さんに対してさ、その、横山なんとかさんはさ、割とドキドキしてたわけじゃないですか。だからあれ、反応としては完全に性欲ですよ。だからもう、性欲起きちゃった以上さ、彼はもう、モラルとか理性で止められない人なわけじゃないですか。モラルと理性で止められる人だったら、不倫はしないわけで、だそうしたら多分もう、夜そうなったら、もう、結果は見えてますよ。性欲ゾンビってすごいな。だってそんなんで止められる人だったら、こんなことになってないもん。まあね、しょうがないですよ。でも、どうなんだろうね。男に取られる方が幸せなんじゃないの？なんかほら、よく聞くじゃないですか。女に取られるがやったら男に取られる方がいいみたいな。浮気は文化。でもなんかね、浮気に関してすごい厳しい社会になってますよね。ベッキーはもう復活したの？なんか、僕はベッキーがそこまで悪いことをしたのかっていう。あ、したんだ。どうベッキー？元気？ちょっとした。髪切った。いや、なんか、世の中にはもっと悪いことをした人がいっぱいいると思うんだけど。LINE ライブとかやってるよ。あ、そうだ。そういえば、薬物に厳しい昨今の日本ですけど、カリフォルニア大麻解禁になる話ってあれ、日本ではどういうニュースとして捉えられてるんですか？なんか、割とスルーなの？あ、報道されてないんだ。なんか、バズフィードだっけ？カリフォルニアのマリファナ王の日本人の小池さんだっけ？なんかのすげえ面白いニュースだなと思って。報道されてない。あ、報道されてないんだ。アメリカって知ってるんでしょって感じだし。ヨーロッパもそうなんですよね。普通にレストランとかで、あ、マリファナ草みたいな。道歩いててもマリファナ草みたいな。パリで、シャルル・ド・ゴール空港で、電車に乗って、パリの一番最初に着く、大きい駅が、ガレノードっていう駅があるんですけど、そこに市が作った、コカインとヘロインを打つための施設っていうのがあるんですよ。一応市が運営してて、看護婦さんとかがいて、で、ただで注射器を提供してくれるんですよ。で、そのコカインとかヘロインを自分で持ち込んで、お医者さんとか看護婦がいる中で打つっていう施設があるんですよ。で、それはなんか、注射器とかを使い回しにするとエイズがとか、あとそれをなんか捨てて子供が遊んだりすると良くないとかっていう、まあいろんな副作用があって、結果としてできたんですけど、で、そういう施設を作るっていうことは、イコールそこに行く人を逮捕しないっていうことなんですよ。だって逮捕するんだったら誰も使わないじゃん。いや、医療用とかじゃなくて、別にジャンキーですよ。別に医療用だったら病院でやればいいから。別に病院でできない、娯楽用の方々が行くところ。公認っていうか、だから、違法ではあるんですよ。違法ではあるんですけど、ただ、そこに行く人が捕まえないよねっていう、うん、っていう前提で、だから、なんて言えばいいんだろうね。料金ないっぽいんだよね。まだオープンしないのか。なんかオープンするっていうニュースがあって。黙認エリアっていうか、パリで最初に着くでかい駅の、だから、なんだ成田から来るスカイライン成田スカイエクスプレスで行くと、違う。成田、JR の方で行くと、東京駅みたいなポジション。なので、割とでっかい駅の横にあるんですよ。どうなんだろうね。だから、やるならせめて安全なところでやってくださいみたいな、っていう話なんだけど、でもそれ認めた途端にもう、捕まえられないよねっていう。で、実際世の中で街歩いてて、うわ、マリファナ臭みたいなの全然あるんだけど、捕まった人の話も見たことないし、で、まあ、捕まるんだったらレストランで吸わないよねって話で、そういう意味で、なんか、日本と他の国ってだいぶ扱いが違うんですよ。なので、日本はいつまでこの厳しい感じでいくのかなと思って。